はい、どうも皆さんこんにちは、カズと申します。マーベルズスパイダーマン実況続きからやっていこうと思います。前回ね、博士がねアーモスに回線させて、でその後なんかここだ、とりあえずもう話進めていこうかな。そうそう、この前リーさんから取り返したデビルズブレスね。あ、やっぱり奪われたんだ。ライカーズ、急がないと。乗って。何何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるため、わお、全ての独房塔が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街に溢れ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も無事になってるの。よかった。刑務所。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずいことになってるね。まずい。やばいじゃん。シートベルト締めたら。危ない。わお。こいつらは余裕だ。わかった。よこいつらはもう相手にちょっと遅まったんじゃない？相手にならないね。おーし、武器庫が破られた。わお、やばい、やばいよね。囚人たちがロケットランチャーを装備してる。ロケランとか装備しちゃダメでしょ。任せて。あ、危ない。何してんの？独房に戻っておとなしくするなら今日のこと忘れてやってもいいよ。あぶね。よしよしよし。オッケー。よし、まだ庭に何人かいるみたい。ロケットランチャーを刑務所に置くなんて言い出したの誰だよ。誰か、こちら司令官のハンソンか。誰か聞いてるか。こちら渡辺警部。オッケー。今どこに？電力室だ。電力を復旧しようと思って。電力室。リードの屋上だ。あんたヘリか？ええ、そうよ。何があったの？さあな、最初に電気が落ちて、あとは地獄さ。しっかり、すぐに応援を送るわ。よし。どこだ？この辺り。全員倒さないといけないの？オッケー。巡査から応援を要請されてるの。今行くよ。はい、痛い痛い痛い。ドアの向こうに閉じ込められてる。ちょっと待って。そこいるやん。よしよしよし。よし。で、どこ行けばいいんだ。俺はどうすればいいんだ。まあいいんだ。もっと気をつけないと。ここだよね。おう、そういうこと。奴らがみんなどこにいる。逃げろ。俺の車に。いやー、危ない危ない危ない。うわ、でっかいやつ来たね。所長頼む。俺は電力復旧を続けるよ。ああ、今行く。
オッケー、任せなさい。全員倒さなきゃ。一体よっ。オッケー、オッケー。ひどいなこれ。今度は何なの？いつものことでしょ。やべ。オッケー。しまい。さすがね、あと少しよ。オーケー。もう敵が多いんだから。めちゃくちゃやないかい。引っ張る引っ張れ、頑張れ。よし、バロケランかわす。オッケー。免許証と車検証を拝見。うわー、やばい。お、危ねえ。オーケー、なんとか事態は収拾できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった。お、ついに来ましたね。そのはず、行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。しゃあ、経験上エレクトロじゃない。ひどいんだよね。来たね、ついに本格的にヴィランとバトル。ユリ落ちる。セーフ。おお。わお。平気？エレクトロさん。パーティーへようこそ。お待ちかね。花火大会の始まりだ。わお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 。おいてめえら仮釈放みたいだぜ。エレクトロがみんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。気をつけてよ。じゃあ僕はパーティーへ。任せなさい。みんな頼むからさ、静かに檻に戻って鍵かけてくれないね。頼むよ。雑魚が。オーケー。はい、バイバイ。動画に撮ればよかった。よっ。言いたかった。よし、グッド。あー危ない。ライノさんですか次は。うわー、もういっぱい出てきた。敵がいっぱい出てきた。ねえ、状況は。僕はこの8年で刑務所を。スコーピオンですか。飛んで火にいるバカな雲。
スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。どうもカオス、カオスすぎるぞ。全部逃げちゃったやん。電波が切れたみたい。平気？あんまり。エレクトロにライノに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの？カメラを復旧するはず。また連絡する。オッケー、僕はエレクトロを追う。あ、危ない危ない。オッケー。ふう、なんなんだ、ヴィランいすぎでしょ。スパイダーマン、追いかけっこ好きだったろ。よっ、なになになに。無駄な努力だが、この犠牲だけは認めてやるぜ。協力者を教えてくれたら手加減してやるよ。いやー、面白くなってきたよ。いいね。捕まえた。ほうほう、バルチャー、次はヴィラン大集合かよ。それじゃ楽しませてもらうぞ。おじさん、これスパイダーマン一人じゃね、手に負えませんよ。ちょっとお前まだいたのか。オーケー、監視カメラは普及させたわよ。どんな感じ。危ない危ない。ラストに収容されてた囚人全員が脱走したってとこ。マジかよ。マーティン・リーも含めてね。つまりあなたの天敵が5人も逃げ出したってこと。そうでしょ。一瞬本気で言ってるのかと思った。私は本気よ。行かないと。わお。おい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 、もう。せいぜい頑張りな。パーティーはもうすぐお開きだ。危ない。危ね。危ね。エレクトロ、やめろ。もう。よっ。うう、俺っちのニュースーツ気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。みんなニュースーツ。スーツすごいな。リー、囲まれたやん。殺すなと言われているはずだ。そうそう、ほら、やりたくないならやらなくてもいいんだよ。こっちはやる気満々だ。頑張れ。いや、もうこれはちょっときついよ。うわあ、これはひどい。うわー、待ってくれ。何？嘘でしょ？博士。オクタビアス博士。いい、一度しか言わん。嘘でしょ。貴様が手出しをするな。マジかよ。博士。すべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。何を狙ってるんだ。ボロボロだよ。あそこ。
その数々。終わりだノーマ、化けの皮を剥いでやる。メイ、平気か？ええ、平気よ。これを配ってきて、お願い。ああ。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長はこの脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し逃亡したと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だとささやかれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せていると主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり、そんな気分。いろいろね、衝撃的ですな。ついにあれだね。手を貸すよ。ありがとう。脱獄犯のギャングが徒党を組んで市街地全体を占領してるらしいの。マジか。略奪や地域住民への暴力。まずいね。僕に任せて、ま、他には街がめちゃくちゃ。市長がシルバーセーブルにリーとオクタビアスを見つけるよう指示を出したって。それでセーブルが見境なく市民を検挙して街の拠点に監禁してるところ。マジか。尋問方法を強化したって噂も聞いたわ。まさか拷問、はあ、大丈夫、任せて。ここは僕らの街だ。セーブルの拠点と囚人の野営地をクリア。部下がスーパーヴィランと戦ってる。進展があったら知らせるわ。なるほど。とにかくこの混乱を鎮めてきて。じゃあ今回これで終わろうと思います。ついにねシニスター6を結成しましたね。映画で見れなかった、映画ではまだ ないもんね。あの6人が揃うって。まあリーさんもいるけど、シニスター6だね。いやオクタビアクス博士ね、暴走しちゃったねやっぱり。いやでも今回はね、あれはもうあのヴィランが一気に出てくるのは興奮するね。たまらんよあれは。最高すぎるねシニスター6。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあヴィランと戦っていくのかな今回から。ずっと電話が繋がらなかったけど大丈夫？お、ごめん。脱獄事件以来、街は大騒ぎだし。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。僕は無事。
バイバイ。おばさんこそ平気。